こんにちは。今日は熊本県山鹿市にねやってきました。ここはですね、こんぴら神社の駐車場になります。今日はここからですね、蒲生山の方へ登っていきたいと思います。では行ってきます。今日来たですね、ここの蒲生山は不動岩っていう岩がですね、シンボルの岩が有名で、そこのですね、断崖絶壁に、登れるっていうことで、はい、今日はやってきました。こんぴら神社からね、登山道山道をね10分ほどゆっくり、歩いてくるとですね、ここの、不動岩の真下までやってきました。うわ、近くで見ると大きいですね。素晴らしい。すごい。ちょっと離れてみるとね、こんな感じで、不動岩はですね、前不動、中不動、後ろ不動ってあって、今日はそこを目指してですね、歩いていきたいと思います。さあ、ではここからがですね、登山口、登っていきましょうかね。かなり急登ね、登っていきます。分岐にね、到着しました。こちらがろうそく岩の展望台ですかね。で、右に行くと後ろ不動の、展望台。そして今はね、立ち入り禁止になってるみたいなんですけど、これがもともと直登ルートですね。立ち入り禁止ですね、はい。まずこちらの展望台から行ってみましょう。うわ、うわ、高、ちょっとめちゃくちゃ怖い。行きますか。じゃあお正月なんてね、やっぱり人が多いですね。さて、さあ行きますか。じゃあ、さあまた分岐までね降りてきました。さあ今度はですね、こちらの後ろ不動の方まで行きます。えげいはすぐそこ、ちょっと行ってみますか。これかな、えげいは。到着しました。ああ、すごい。へげ、岩、2枚の岩。へげっていうのがなんか、剥がれるっていう意味らしいんですよね。ここに来るまでの登山道はめちゃくちゃ荒れて倒木も多いんで、あんまりおすすめしないです。帰りが怖いな。さあ分岐にね、到着しました。右に下っていくと蒲生池、そして日の丘山だったかな、はい、この九州自然保存とで、今日行くのは今から後不動すぐそこで山頂ですね、こちらの方に歩いていきます。さあ到着しました。こちらですね、蒲生山388.5m 登頂しました。よし、山頂のね景色は展望はないですけども、この看板の先ですね、この先に道があります。はい、これを行くとですね、後不動、後ろ不動の方までね歩いていきますので、今日はそこまで行ってみます。どんどん下って行ってるけど、さあどんなとこに着くんだろう。よいしょ、落ち葉がでも結構滑りますよね。よし、うわ、怖っ。岩の稜線を、よいしょ、こんにちは。
うわ、はい、失礼します。うわ、よいしょ。うわ、怖っ。やばいやばい、これは怖い。今どこ行ってんだもう終わりであってくれ、終わりであってくれああ来た。うわうわうわ、すごい景色。これ立つちょっと立ちきらんな、これ。おうわあ、無理ちょっと一旦降りよう、ちょっと一旦降りよう。うわ、あっちも行けるんかな、あっちも行った方がいいんかな。ちょっとこっちに、その目の前に見える岩の方が多分展望がいいと思うんでね。うわ、でも怖い、もうドキドキする。よいしょ、場違いのところに来てしまった感満載やね。うわ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 、ちょっとうわ、これちょっと、お願いします。これ登る？これ、こっち巻き道？巻き道も怖そうっすね。うわー、これちょっと巻き道も怖そうやん。いけるかな？うわー、ドキドキする。下が見れん。てかこれ帰りきるかな。よいしょ。あ、着いた。着いた。あ、うわ。これか。うわ、ちょっと余裕がない。そっちの前の方の岩に行ってみよう。怖い。この砂利が怖い、滑りそうで。ああ、ほんと怖い。これちょっと高所恐怖症の人はちょっと厳しいかも。ああ、それか、それに乗ってみんななんか撮ってたよね。いけるかな、これに登れるんかな。うわ、頼ます、お願いします。怖い。うわ、絶景や、でも絶景。すごい。うわ、すごい絶景。すごいな、これ。向こうの方に人が立ってる。すごい。うわあ、右もね、向こうの方が山々が綺麗に見えるけど、うわ、風が強い。
わ、無理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 、ちょっと降りよう、あもう無理だ、怖すぎる、あ無理、いやちょっと不動湯は恐るべしですね、はい、ここは今まで来た中で一二を争うぐらい怖いかもちょっと冬でもこの汗やけんね、いやまあちょっとあとはね安全にゆっくり降りていきます、はい、これはちょっと高所恐怖症の人は厳しいかもよ、落ち葉が、さあ分岐までね、降りてきました、時間があればね日の丘山まで行こうと思ったんですけど、時間はあるけど精神的に疲れたんでもう今日は帰ります安全に降りよう、疲れたんでじゃあ気をつけております、降りてきました、不動湯までね、降りてきました、いややっぱりね噂通りすごかったですね、まあ高所恐怖症で、まあ、ちょっとあまりおすすめはしないですけど、多分まあゆっくり行けば多分行けるんじゃないかなと、はい、ここもあと 2,3 回行けば慣れるかなと思いますけども、まあかなり怖いです、はい、まあ、心してですね、楽しんでみてください、はい、はい、最後までねご視聴ありがとうございました、このチャンネルでは登山初心者の方へ向けておすすめの山やおすすめのルートを紹介し、高いところが苦手な方へ向けては高所恐怖症の自分が実際山に行ってみて登れるのか登れないのかを検証する動画を配信しています、参考になりましたらチャンネル登録高評価もしくは低評価でも構いません、評価をよろしくお願いいたします、ではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。